はい、パーーートレーナーのユーです。今日はショルダープレスは 5mm の変化で大きく肩が変わるということでショルダープレスなんですけれども基本の基本なんですけれどもショルダープレスをやっている場合にやはりもうとにかく負荷が逃げまくってる人はまあかなり多いですね。まあ、僕から言ううとと大半ののの人、人ほんども90%以上が 負荷がが逃げまくくっててるる感じがこうジムなんんかでで見ても本当によく目によ目するんですねだからまずその負荷が逃げるっていうことをまずなくしてほしいということなんか重さをこのぐらい重いの何回というよりもまずは負荷を逃がさないってことは大事なんじゃないかなと思います 10kg のダンベルショルダープレスをやってでも3割ね負荷が逃げてたら7キロしかやってないと同じわけですから、まあ、そこはもったいないですよねなんか持ってるだけなんか無駄な労力になってしまうわけですよねだから とにかくその負荷を逃がさないようにやってほしいというのが今回の考え方ということです、まあ、そこの修正というのがたったね 5mm 自分ではほんの気持ちというところですそれを変えるだけで全てが変わってくるので結果、えー、肩もしっかり作りやすくなってくるというふうになってきますでまあそのショルダープラスは当然基本の基本なのでやっぱりね これをまず大事にやってほしいということ。難しい種目にね、手を出すよりも、やはり基本のものをきっちりと負荷を逃がさず、丁寧にやってほしい。ということで、今日はやっていきたいと思います。で、そのショルダープレス、当然、肩の三角筋の筋肉ですけれども、えっと、まず、考えていくれ。いきなり肩から考えていかないということ。やっぱり物事は何でも土台から作るのが大切です。なので、まず土台ね。土台はどこかというと、一番下、地面からです。で、このまず足幅ですね。 足幅が結構やってる時にグワーッとこう開いちゃってる人います。グワーッと開いてやってると結構男の人に多いです。で、これ開いてるね、この、こんな状態じゃなくてたいね、足、足を置く位置が肩幅ぐらいが多分ちょうどいいと思います。えー、閉じる必要もないですが足肩幅ぐらいがちょうどいいと思い,ます思います。もちろんね、閉じてると不安定すぎちゃうんで少し開いた方がいいんですけれども、広げすぎてしまうとこれが 広げすぎてるとガーッと開いてるととにかくお腹の圧力がバーンって逃げやすいんですねガーンって逃げやすいですでお腹の圧力逃げやすいと腰が反って胸が上に向いてショルダープレスなのに大胸筋で上げてるみたいになっちゃうまあこういう感じになっちゃう反りすぎてねものすごい反ってる人います重いなってないからすごい反ってて胸が上,手に上に向いてるとほとんど胸になっちゃいますよねなのでまず足を肩幅程度にしてそうすると下っ腹がねあまり下っ腹圧力が前に出にくいですね これで下っ腹を固めるということが大事。それでここのお腹と腰はしっかり固定して、やってる最中にできるだけこれが腰がグイッと入ってしまわないように、できる限り硬いコルセットで押さえたいということです。足幅を決めたら、下っ腹がまず出ないように気をつけて、とにかく骨盤が行ったり来たり行ったり来たりね、しないようにということ。そのために下っ腹を固める。それでその上ですね、ちょうどこの 肋骨のところを走る腹斜筋あたりこれををコルセット締締めるようにギュッと締めめるにとててききまますすいつも締めておきますこれが腕とか肩の辺ばっかり気になってこれがポコーンと抜けてしまわないように常に肋骨ギュッとねできる限りもうコルセットをギュッと強く締めてる状態にしてあげてくださいとにかく運動中ここにウエーターが乗りますからグラグラ動きやすいんですねなのでとにかく硬く締めるということをできる限り動かさないようにしてくださいでまずそこで土台を作りますねでそこまでできたら、えー、ようやくこっから上に 入っていくわけですけれどもでまあこのダダンベルルショルダープレスをやっていくわけですでここまで来た時によくありがちなのが今ねまだ土台のちょっと延長線上行きますが、ね、ここまで来たらこの辺り行きますね。これをやってる時に自分で上げてる上げてる大体鏡こっちありますから上げてると思ってるのが実は横から見てみると上げてるつもりなのが一回か回こう 下がっていってる場合があるんですね。上げてるつもりは、ね、自分では分からない。正面からでは分からない。実際にこのぐらいこう、動いたりする。三角がきつくて、やっぱり大胸筋逃がしちゃったりするんですね。で、ここで注目してほしいのが、体が前後している指標となるのが、前の前に向いてる鏡で分かるのが、この顎,顎の動きなんですね。顎とこの首の動き。これ、ちょっと今左手なしでやりますね。えっと、これは後ろ行った時に大体顎は下がってます。後ろ行った時に顎下がってます。 後ろに行ったのに合わせて鏡正面見ようと思うとこうなって顎下がってます。なのでこれをやってる時に正面から見るとここの鎖骨のこの付け根からあ顎までのこの喉の位置が喉がね短くなっているんですよ。よく見ると短くなってます。だいたいやってる時にダンベルしか見ないから分からないかもしれないですけどやってる時にこの顎からした喉の隙間が短くなっている。短くなってると距離が短くなっているともう後ろ下がってます。なのでいつもこれで 上にグッと引っ張った状態。ショルダープレスなんだけど、ここお尻ついてますね。お尻ついて頭から上にグッと引っ張ってる状態の間で、首が長い状態保ってください。こういうわけじゃないです。顎を上げてのけぞるというんじゃなくて、今、最初のこの状態ありますね。この状態の首の長さをキープするように上に引っ張って、やってる最中にこの首の長さ、自分が見える首の長さが変わらないように、変わらないようにやっていく。これ大事です。この距離を見てください。 正直言うとここら辺もチラッと見るんだけど残りはもう感覚です感覚だけでここを見ながら自分がこうなってないかを見ながらとにかく首を長く長くキープするように上にね頭を上に引っ張って首長い状態でやってみてくださいこれで、ね、かなり違いますここの部分がほとんどの人がとにかく重いの頑張ろうと思うとグッと下がっちゃって正面からではよくわからないけれども短くなってるここをまず修正しましょう 首を長くキープするとは絶対です。ここの固定をできる限り厳密にやります。あの、まあ、正確に言うと全く完全に固定できるってことはないです。ちょっとは動く。ちょっと動きます。だけど、それを自分が何も気にしないで無頓着になってると相当動きます。ね。相当動くのをちょこっとで押さえたので全力でそこをやるということ。押さえる、伸ばす。こう長くする。ここは全力でやりましょう。それから、こっから先はようやくショルダープレスっぽくなってくる。 ところに入ってきますねショルダープレスをやってる時に動いてる最中肘から手首までの前腕は常に垂直です垂直ここでも垂直でお互いが平行ここでも垂直お互いが平行ここでも垂直お互い平行でトップではダンベルつけることはないですガチーンという音とかこういうのいらないですね鍛冶屋さんみたいになっちゃうんでねそれいらないですねで そこをつけないところまででいいということそして前腕垂直でずっと動いていくお互いが垂直平行のどこでもどこまでも垂直平行のまま押していくこれまずあの意識としてダンベルを押そうと思うと大概これが中にありますトップがこの位置だからそこを目指していけばいいと思って、えー、ダンベル手のひらを押していくともうこの辺り斜めになってますこれ一番多いですだけどここは自分では一瞬過ぎて見えてないです結構こういってこうい こういってこういく場合が多いので常に垂直肘からテクメルスの前腕が垂直で肘を押す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 肘を押していく肘を押してこの方向にこのちょうど今このなんか線ありますがこの方向にダンベルですよ肘をその方向に押していくつもりでいけばいい前腕は垂直の腕そうするとこれで止まりますでこれ以上いかないのはなぜかというと通常三角筋 この筋肉がこうスライドしてこう縮んだり伸びたりしますが、これはギュッともう詰まるところまで行きます。この詰まるところまで来てほしいんですね。これがギューッとも詰まってるのになんかもうちょっと上げなきゃと思うと、閉じたり、後ろ行ったりするわけです。それでも縮まんないから。だから、このギューッというところまで行けばいいんですよ。このギュッというこのあたり、肩の全部と中部のこの上の方のあたりがギュッという締まる感覚があれば、それが楽しいところ。 その感覚を得られるように目指してやってほしいところで上げることでその感覚がギュッという感覚があるかどうかというのは一番大事です垂直なまでに自分の限界ギュッというのは来たらそこを天井に突,突っかかっているところなんで突っかかるとそのまましばらく押し続ける感じ押し続ける感じでそこから戻して抵抗しながら戻していくね押していく押していく感じ押していくで止まっちゃうんだけどその押し続けて抵抗して、ね、支えながら下ろしていく感じこれを上がったから下ろす 上がったか下ろす。でならない。上がりました。下ろす上がりました。下ろす上がりましす。下ろすっていう風にならないということ。ここが前腕垂直でギューっと来た時に頭の中では1位数えるぐらいあって、下ろしながら抵抗しておる。抵抗しながら下ろしてくるということね。そこは結構大事です。この今まスピードのことにも今本当は前腕の垂直のことを言ってたんですけれども。 前腕垂直のままでいくつもりでいけばそこが必ずそこが、えー、収縮で止まって肩の収縮で止まって垂直のままでそ,そこを抵抗しながら下りてくるということで絶対バウンドしないということですねで今この垂直のことを言いましたこれが本当に、ね、これも本当に 5mm ぐらいでも入ると全然三角筋楽になって三頭筋で使って上げてしまうのでこの本当 5mm をピュッと垂直に戻したいということでこれ垂直というのは 前から見ても、横から見ても、同じように垂直にしてほしいんですね。横から見ると、これも自分ではよくわからないです。で、初心者の人の場合に、初中級者の人の場合にはかなりあります。前腕が斜めになっている場合が多いです。もう降りても斜め、上がった時も斜めに押して、またこれで。体垂直でも斜め上に押してしまったら、また大胸筋になってしまう。こっちですね。押すの、重力はこっちだから、それに真反対、こっちに押すようにしたいわけですね。で、その重力こっちに落ちてくるから、 その真下の,ね重力の重力を受け止めるこの真下にある肘で受け止めたいということ斜めになってるとこうなってるが今度この辺に変わっちゃうんですねこの辺全部変わっちゃう単純に三角筋ではなくなってくるということなのであの大概自分で思ってるよりも肘こうなってますなので肘の先をこれまた自分の気持ちのある5ミリ前に戻す肘を5ミリ前に戻すあるいは肘を前に5ミリ閉じる閉じるという感じ 前に少し閉じじる感じです前に押し肘の先、ね。肘の先を前に押し出して閉じるほんの5ミリぐらいこれをセンチと思ってた多分やりすぎちゃうこっから5ミリぐらい正直言うとこれを5ミリに戻して垂直にキープしてだけで結構疲れてきます今僕が話してる間だけでもあのそれなりに疲れてきますよこの垂直をキープしてればつ、まあ、辛いんですけどそれだけ三角形をずっと使ってるということ 絶対に横から見た時です最初はね、多分鏡をちらっと、あの、時々見ていいと思います。横向きにして、鏡を見ながら、前腕垂直かというのを確かめて、で、ここから真下から押していく。真下から押していくということ。で、常に降りるときも、ドンと降りてくるダンベルの重さに対して下で受け止め、下で受け止め、下で受け止め、下だけ。でこれを肘、ね、ぐらぐらの状態でバランスを保ちながら、肘で真し、ね、真下の肘で受け止めれば、ぐっとこう、辛いままいけます。 なので、えっと、横も垂直、縦も垂直、これをキープ、必ずしてください。えっと、その感覚というのは、まあ、これが、肘から手首だと思ってください。肘から手首、今、ここ、肘です。肘のところに力が入りすぎてしまうと、こう斜めになってもわからないです。斜めになっても自分がわからない。ここに力入りすぎてる、ここの力入れられないですね。ここ、バランスよく保ってるだけで、で、この上にダンベルが乗ってるだけ。で、こう、バランスよく、 真下から受け止めて真下から押してあげるとすごい垂直のバランス取ってますね僕今握ってないですから垂直のバランスを取ってこの感覚なんですねこの感覚でバランスをね取りながら肘で押してあげるというふうにやってるこのグラグラの状態今みたいにダンベルのこの下のところからバランスよくやってあげればいいですそしたら余分なここら辺の力入らなくて済むんですね肩だけずっしっといきます当然それだけあの多分今までやってた重いのは多分できなくなります 多分、一、二割軽くしないと、多分できなくなります。だけど、その今言った一、二割というのは多分逃げてたんですね。だから、あの、きつくていいですよ。三角形きついというのはそのトレーニングになるから、このぐらぐらの状態でバランスを取りながら、ここにダンベルがたまたま乗ってるだけ。それを肘をね、バランスを、ね、取りながら、ここを押してる感覚ということ。この感覚、ね、あの、練習は必要です。しばらく練習して探してください。ここの5ミリ、すごい大切です。で、この5ミリもすごい大切です。で、あとは手首ですね。手首が、 あの今ドライからズルすぎたで手首き、ま、順番に来て手首いきますけれども手首が反っちゃう人いますでこれに関しては左手首が反る人多いです左の肩が右よりも感覚が弱いのでなんとか負荷を逃がそうと思って左手首を反る人多いです右はそうでもないですけど左が反ってしまう今これ手首がほぼ前こう90度曲がってますねこれをまた5ミリぐらい前に戻す感じ大体まあ多分こう45度ぐらいになってきますね手の甲が。 真横じゃなくて90度なくて45度まで戻してくれば、ダンベルの乗ってる位置が手首のこの真上に乗ってきます。ね。普通握って,ていんですけど、手首の真上に乗ってきます。その45度ぐらいの状態で押していくと、一番このダンベルの重さが垂直を通してずしっときます。この手首のところもきちんといつも気をつけてください。右はそうでもいいですよ。たい左はこうなります。で、あの、今の右左で言うと逆に多いのが、右の方がこう入っちゃう人もいる。 右だけ入っちゃう人もいる右が下手にこのかくしか賢くて楽しようと思ってこう入っちゃう人もいるんですけど垂直で垂直でかつ手首をこれ左反らないようにしていくということそこまでが今土台からずっと手先まで来た5ミリ5ミリちょっとした小さな修正になってきますこれ全部やるとここねお腹逃がさないこれ後ろにいかない首長くしてまそして円腕垂直で手首のところこれ全部やると相当ズシってきます きついですよ。きついですけど、それこそが三角形のトレーニングですから、もうその通りやってください。あの、きつい感じる方がいいですから、負荷を逃がさない、最後までね。で、やってて、最後の方ね、上がらなくなったら、といっても、まあ、重さ的には、10回絶対できる重さやってください。それ以上重くなってくると、多分、後ろに出てます。10回絶対できる重さで、最後の方、きつくなってきて、ここまで上がらなくなってくることあると思います。最後の方ね。まあ、11か12になったら、多分上がらなくなってくるんで、そうしたら、 全部上げなくても途中まででもいいです。途中まででもいいそれで終わりにすればいい。これを無理して何とかでも上までいかなきゃと思って、上という基準でやってると、こうなっちゃう。こうなっちゃう。ね。そこは逃がさないということを気をつけてください。そこまでフォームがきちんとしたら、ようやく、ね、上げる、下ろすのスピードとか、ここで一った時スコンと落とさないね、さっき言った、ここで、1、2ぐらい、トップをあえて重視してください。トップで時間を使うということを、ここで、1、2として抵抗しながら でこの最初の3センチを抵抗しながらろしてくるということをきちんとやっていくそれと呼吸当然呼吸ありますね押し上げるときに息を吐いとて肋骨をより締めながら、ね、息を吐いて締めないと腰が入ってまたバーンとこう腰反ってしまうんで息をここで吐いて締めながら抵抗しながら吐いて締めながら抵抗しながらすべて、ね、肩に負荷をきちんと与えるためにここから呼吸からそしてこのスピードでそさっき全部言ったフォームですね それをなかなかね、いろいろあるんですけど、要は、一つのまとまった動きにこれをしていきます。自分の感覚、ね、一つのまとまった感覚を作っていかなきゃいけないので、あの、今、やっぱりどこか乱れてるなという人は、これ本当に一、二数かけて修正してください。毎回毎回それを気にしながらやってください。ポイントを全部押さえてやってくださいよ。全て全部下から全部押さえてやってください。そうすると、肩への効き方全然変わってくるんで、 今まで肩がいまいちだったなという人はかなり変わってくると思いますほんの 5mm ちょっと変えるだけで結果大きく変わりますね。そこを気をつけてやっていきましょうパーサー取れない唯じでした